はい、どうも、笹原です。今回は、老化して丸くなった猫背の背中をピーンと伸ばしたいなら、ここを鍛えてくださいというテーマでお伝えします。この自分の背中がどんどん丸くなってくるというのは嫌なものですよね。背中が丸くなって猫背が進んできてしまうと、どうしても見た目が老けて見られてしまったり、首や腰などに負担がかかり、首肩のこりや痛み、腰痛などにつながりやすくなったり、あと背中が丸くなるとこの背骨にぐっと負担がかかりやすくなるので、ちょっとこけて尻餅ついた時に背骨の部分を骨折してしまったり、こういった様々な悪い症状にもつながってきてしまいます。ただ、こういった猫背の背中をピンと伸ばすためにどこの筋肉をしっかり鍛えたり使った方がいいのかっていまいちわからないですよね。実は猫背が進んでしまう方は、ある共通した筋肉がみるみる弱ることによって猫背が進行してしまってるんです。逆にその使えなくなって弱くなってしまう筋肉をしっかり使っていくことによって、背中の丸くなった猫背の背中をピーンと伸ばすことにつながってきますので、ぜひこの動画を見ながら一緒にその筋肉を鍛えていきましょう。このチャンネルでは20年後、30年後も自分の足腰を保つための情報を日々発信しています。この動画最後まで見てもらって良かったという方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、背中が丸くなって猫背が進んでしまう方が弱ってきて使えなくなってしまう筋肉とはどこかというと、僧帽筋と呼ばれる筋肉です。僧帽筋とはこちらにあるように、もう肩から背中にかけてある大きな筋肉です。で、この大きな筋肉でも、この首から肩にある上にある部分と、あとはちょうど真ん中の部分、あとは下の部分、大きく上中下と3つの部分に分かれます。で、この3つの部分の中でも、猫背が進んでしまう方が使えなくなってくる筋肉は、下にある僧帽筋の下部の部分です。この僧帽筋の下の部分は、主にこう腕をぐっと上げるときに働く筋肉です。ただ、一度自分の日常生活を思い返してほしいんですけども、一日の中で腕を上げるってことってされてますかね？そうなんです。現代人は全て上ではなくて、この下で作業をすることが増えてしまって、この腕を上に上げるってことをしなくなる。それによって、この僧帽筋の下の部分の筋肉を全然使わないような日常生活になってしまってるんです。ただ、この僧帽筋の下の部分は背筋をピンと伸ばす上で非常に大事な筋肉ですので、ここが使えなくなってしまうと、どんどんとピーンとした姿勢が保てなくなって、背中が丸くなって猫背がどんどん進行してしまうんです。きっとこの動画をご覧のあなたも、この僧帽筋の下の部分がしっかり使えてないはずですので、今からですね、まずこのテニスボールを使って、その僧帽筋に刺激を与えて働きやすい状態を作って、で次にしっかりとトレーニングで使えるようにしていきますので、この動画を見ながら一緒に実践していきましょう。ではまずファーストステップとして、このテニスボールを使ってこの僧帽筋の筋肉を刺激して緩めていきます。ではまず、なぜこのテニスボールで刺激してほしいのかというと、使えてない筋肉ってガチガチに変に固まってしまって、その固まった状態でトレーニングしてもしっかりその筋肉って使えるようになってこないんです。なのでまずそのテニスボールを使って僧帽筋の下の部分を緩めてあげることをする。でその後にしっかりとトレーニングしていくっていう、この2ステップでやっていくことをやっていきます。ではこのテニスボールで刺激してほしいポイントですけども、まず手をこのような形で肩に当ててください。次にこの指先を徐々に後ろに持っていくと、硬い出っ張った骨に触れます。でその骨を触れたら、次は外側ですね、肩の方に向かって移動していくと、外側に硬い骨を触れるので、その手前の部分ですね、これは大体です。この辺りが僧帽筋が最後に、つくところ、骨につくところになります。でこのポイント結構グッと押すと痛みが出やすかったりしますので、グッと押して、あ、痛気持ちいいなって感じるポイントが、刺激してほしいポイントになります。ではそのポイントを理解してもらったら、次はそのポイントにこのテニスボールですね、テニスボールを当てます。で当ててもらったこちらの手でテニスボールを動かないように固定してもらって、で次はこの押してる側の肩を、親指を上にしてもらって、ゆっくりと肩を上げていきます。するとこのポイントが結構刺激されると思います。でこの刺激されて痛気持ちいいなというところで止めてもらって、そのまま15秒間この位置をキープして、このポイントをテニスボールで刺激していきます。ではこの刺激の仕方を15秒左右1セットですね、一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。では仰向けに寝ていただいて、先ほどのポイントですね、手を当てて下に行くと硬い骨に振ります。その外側の一番端っこの部分ですね、押してぐりぐり押して気持ちいいなと感じるところにこのテニスボールを当てます。で当ててもらったら次は親指を上にしてもらって、ぐーっと肩を上げていって、少し刺激して気持ちいいなと感じるところで15秒キープします。ではいきますね。はい、はい、では15秒経ったのでゆっくりと戻します。では反対側いきますね。反対側も同じ要領でですね、そのポイントのところですね、ポイントのところにテニスボールを当ててもらって、で次に手をゆっくりと上げて、で刺激されてるなというポイントで15秒キープしていきます。ではいきます。はい、はい、では15秒経ったのでゆっくりと戻します。では次に僧帽筋のトレーニングをやっていきます。でやり方ですけども、まずうつ伏せになってください。で顔は楽な位置で大丈夫です、横が楽やったら横を向いていただいて、次は腕を親指が上でこのような形で、腕を上げます。で次に片方の腕をいける範囲でクッと上に上げます。上に上げた状態で5秒間キープします。で5秒経ったら戻す。で次反対も5秒間上げて下ろす。これを3セットから5セットほど繰り返して実践します。ただこれ結構肩を痛めてる方は痛みが出ると思いますので、そういった場合は無理にせずに先ほどの緩めることだけやる、もしくは肩をしっかり治療して痛みがない状態になってからこのトレーニングをするようにしてください。では今から5秒を左右1セット、これを3セットですね、続けて実践していきますので、この動画見ながら一緒にやっていきましょう。ではまずうつ伏せに寝ていただいて、顔は横向くか楽な位置にしてもらって、で親指上で手を上げてください。では右手からですね、右手から5秒間上げます。ではいきますね。はい、はい、5秒経ったので下ろす。次、左腕上げます。はい。はい、5秒経ったので戻します。もう一回右行きますね。はい。はい、5秒経ったので戻します。次、左腕行きます。はい。はい、5秒経ったら戻します。あと1セット頑張っていきましょう。では右行きます。はい。はい、5秒経ったので戻します。最後左ですね。はい。はい、で5秒経ったので戻します。では以上で終了になります。お疲れ様でした。はい、では実際に実践してみてもらっていかがやったでしょうか。正直背中が丸くなって猫背が進んでしまう方はかなりきつかったと思います。ただそれぐらいその僧帽筋の下の部分が使えなくなってしまってますので、いきなり無理にやってしまうとかえって痛めてしまうリスクがありますので、今日の内容のできる範囲から始めていってください。で徐々にやる量を増やしていただいて、するとやりやすくなってきます。でやりやすくなってくるとこの僧帽筋の下の部分が使いやすくなってくるので、背筋が伸びやすくなってピーンと伸びやすくなってきますので、ぜひこの動画見ながら一緒に実践していただいて、もう猫で背中丸くなると様々な不調が出ますので、そういった姿勢をピーンと伸ばして、これから先20年30年と自分の姿勢を保っていただければなと思います。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を最後まで見ていただいた方に、関節痛を自分で解消して、杖なし、手術なしで、一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という3本の動画をプレゼントしています。そちらが下の概要欄にある LINE に登録いただくと受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄も覗いてみてください。では以上で終了になります。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。